前回、はい、火のクリスタル、うん、無事爆破成功ということで、はい、うん、船の中のな、今回は、はい、残り2つ、おお、水のクリスタル、全部で何個クリスタル？4つ、4つ、はい、え最初の方にそれ提示されてたけどね、残り2つのクリスタルも粉々にしに行く、うん、バッサー行きましょうよ。本来は守らなきゃいけない、うん、まあまあ建前上はね、そこも知らない跡地ね、まあ、ズーかこいつは、まああれでしょ、今となっては雑魚、あぶね一発ぐらいじゃない、もう俺の一撃で。僕リーモン装備したっけ、装備できなかったんじゃなかったか、あ、そっか、じゃあなんであんだろうな、あれ、あ、ジョブ増えた今は、あ、そうだ、もうそれ見ようや、リーボン、うん、うん、これが、うん、白魔導、黒、あ、時魔導士がどうしたの、あ、これ白いやつが装備できるのか、え、どう、大丈夫仕上がってきてんのうるせえあ、なんでこいつ、お、キマイラアクアブレス、逃げるのもありだなんで攻撃すんねんお前、危なお前、バカかお前は、あれってさ、ん、普通の戦闘の時って使いにくいね、だいたい1回か2回で1ターンかかるからでしょ、うん、そう、雑魚チラシには向いてないのよね、うん、そこなんですよ。周りなんかないか、森がありますな、今どこにそれ十字架ちげえ、 え、十字架じゃなくない、十字マークでしょ、あ、十字架か、だよな、右上のあの羽は、え、青いやつ、あれ泉かなんかじゃないなんでそんなでかいんだちょっとずれるわ、あ、飛竜か、あ、あ、あ、置いてきてんだ、ほら、ずれた、あ、そっか、十字架か、なんもない知ってる、おお、中は、え、中は普通に図書館だろ、ダンジョンだと思った、あれ、魔法モンスだった、ごめん、ミドがいなくなってしまいました、誰ミドって、シド博士のお孫さんか、うーん、ミドが行方不明、どっから行く、そっちメインだろう、まず話聞こえ、あれ回復の壺じゃない、やったぜ、ご存知、いや知らない適当、地下にあれか敵か、この辺はいないんだ、いたら人いないだろう、うん、続きがどっかにあるんだな、ビブロス、おお、そのビブロスについての情報は、この地下にいるって、おお、魔物を取り捨てた本を燃やしたいがどれかわからない、イフリートが魔物を取り捨てた本だけ燃やしてくれたか、うん、今いないんだ、うん、レベル5です、エアロ、おお、不思議な杖を体育に住むあの方へ、お、癒しの杖でもらった、そういうことだな、そうね、これが敵か、うん、32ページ微妙だな、一瞬、うわぁ強いか、いや、32ページぐらいでは弱いんじゃないか、ページ数で強く差変わるじゃない、このパターン、あ、え、なんで、なんで、え、最強装備した、あ、格闘から白魔法にしたときに最強魔法、最強装備かかったか、勝手に変わったのか、あ、お、レベル4ファリスレベル10か、じゃあ、僕らは、あ、全然まだあと2余裕あるわ、あ、レベル5なんだ、長靴とか読んで出直してほしいよねそんな本あるわけない、ここにおお、怪しくない、大丈夫か、イフリートか、お、イフリートだ、うん、なんでここにいるんだ、あ、死んだ、 あ倒せって、え、嘘、戦うの、マジで、あ、ブリザラだろ、おかしい、やべえ、ダメ、あ、いけ、うえ、見たいね、うん、あ、あの時魔法、あなんの意味を話してたことが魔法剣使え
ちょまずライブラ、いやライブラ無理だって。次の次で死ぬから。ああ。ファイラで。じゃあ三打掛けん使うよ。え三打だライ絶対ブリザードだって。ブリザラ。ブリザラ。間違いないってここまで炎で押してきてんのに。じゃあリクイドフレーム戦は何だったのって話でしょ僕らの。うん、いやー時魔法も使ってる暇なかったか。そう回復ばっかりだ。よし行け。痛いが大丈夫。うん。めっちゃ入るやんほら。なんでなんで？さっきなんで入んなかった？たまたまか。いやーキャルラキャルラ間に合ってくれ。たまたまでそんなことある？わからん。キャルラ行け。あでも HP 言って3000ぐらいだめ。行け。行け。まだだ、うん、あと一発か二発じゃないか。5000ぐらいだろこのパターンは。そんなある？わからん。知らんよ。あ落ちるか。えまだだ。待って。いやー待って。僕一人じゃ何もできないからさ、うん、フェニックスをすぐ使わないとまずい。大丈夫。この後にすぐ行けば。うん、でこれね、ハイポーション使えるならハイポーションでいいと思う。俺に。うん。攻撃来い攻撃来い攻撃来い。炎ってどう？耐える。えぴったりかん。ぴったんこかよ。うわ熱いんじゃん。まあまあまあ、まあ、僕ぴったりいきますよ。うんほうまあ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 、まあ、いやーキャルラだな。あ入った魔法剣入ったよね。入った気がする今のは。大丈夫だ、うん、全体いいね、うん、よし切ってみる。200は美味しい。はーい、よしよしよし。まず一発な。もうひたすらケアルラ連打でいいんじゃないもん。まあもちろん攻撃食らってる間はもうずっとケアルラの構えよ、うん、ファイラ2連発来なかったらいけそうよ。ハイキックなら全然オッケー。これでマヒルのが痛いんだよな。そっか頑張れ。わかった。まいったまいった。3か当てるだけか。もう1回だったか。まあよしまあよし。こおおカトンの術。うーん投げよう。うーんおおいいっしょ。まあ使わないだろうけどね。召喚士ならない。ならないけどね。どうする出てセーブする。大砲ぶっぱだからな召喚士は。うん出てセーブしよう。絶対ありです。あっこういけるどうようになってるかどうか。んいけるようになってるかだけみたい。ああそっか。倒産。おいおいイフリートが出てきたね。うんちょっと上行ってみて。これしらつとな。あら、まだまだだわ、これ。ぐっへぇなんか、うわぁビド嫌な感じする。いやボスいんのかな。うわぁボスっぽい。ビーフロス MP 半減。まあ、俺 MP 使わないからいいよ。ちょっと、僕に入んなければいいか。こいつも多分炎かな。そうだね。本だよね。獣だし本だしって感じで。カナイたち。おお。あ、アイス。俺に来る？白魔法を。ナイス。オッケー。ケアして攻撃。うわー。獣じゃないんかな。見とく。ライブライクは。攻撃的するわ。カヨンパ。レベルは半分。困ることをする。いや合ってるわ。うん、うん、入るね。フロテス、うん、こっちもだ。レナイナよしいい。いやいいね。なんだバカになってるからかな命中率。バカになってるからだろうね。うん散々ハンマー食らってるからな俺。え、あ、え、レベル半分。あ、プロテスか。うわぁ、こっち来たよ、こっち。ちょっときついよ。どうする？黒魔法撃つわ。
うん、ファイラー撃つわ。800黒魔法。ああうぃー、え、終わり。乙女のキッス、これか。お、買っといてよかった。キャラだな。うん、 MP 何本ぐらいだ。あと分からん、エーテルがあるから大丈夫だ。当てろ。400。ファイラーの方が強い。万能薬で治んのか治らんか。なんでこうデバフ打ってくんだ。バフで、バフは何。向こうもバフ自分で使ってくるしさ。トロデス、やべ、もう使えない。ウェイテル使って。あ、わかった。ウェイテル何歩回復するんだろうね。エーテル、うん、ダメージはいい。40か。いいよ、糸はどんどん俺に来て。ファイラー撃つ。そして、うん、今ファイラーが一番いいダメージだ。896。おお、よーし、ここまでか。残念だったね。だが我が主の封印は、はい、空高く解かれるのだ。謎の文章を残して去っていきましたね。まだいるの。本の魔人だけあるわ。ポエミーだったね。うごごごご、ちょっと戦った。面白かったけど。プロテスドリンク、まあ回復した方がいい。左右から来たのに一匹だったんだ。確かにだよね。え、これ本ボス？いや、それはないだろ、人だろう。リドだね。シドの孫。ガタガタ音がしてる。根っからの学者とみたいな。さあ、で帰るとするか。お兄ちゃんたちも来るってか。僕だけが知っている秘密の抜け方、穴があるんだ。どこ？馬のケツじゃない、このパターンは。隠れるのは。そんなんどっかで見たな。読んでた本のところだった。すぐ近くには。これ先般ミドだな。すぐそこじゃ。さっきそこ本だなとか言ってた人、うん、ここはって、ね。そこだよ、そこそこ。本取ったらいるよ、ミド。顔見えてる。こっちからは開かないんじゃないか、おそらく。うん、ビッチビチだな。へえー、火力線を動かす方法か。イフリートを使う。うん。馬車馬のように働かせるってこと。イフリート。そうそう。組み込めばいいんじゃない、イフリート。それ研究とかいらないよね。無知だけでいいよね、必要なのは。で、火力戦、うん、うん、アイスウィップとかでいいよね。あの、ベッドとイフリート用意して、うん、MP 減ったら寝させて、ひたすらファイラーを使ってもらおう。皮膚キジジになると負けようとしている。あれ今シドってどうなってる。シド火力戦とこで、うん、ダービーいないね。上が、あー、おー、うなだれてるわ。シド話しかけても何にも反応。もうほっといてくれ、構わんでくれ。いやいや、そう言わず。みんな落ち込んで。じいちゃん。音符なのか。ん？み。みとどう。うわ、そうだ。あ、そうだわ。だよね、きっとね。あ、
いや多分僕違う、シドの、うん、僕違う、全然違うこと考えてた。シドの、うん、シのカタカナからミが来てるのかなと思ってた。あーちょんちょんちょんの、そうえ無理ないそれ。えでもちょっとそっちの方が近くない、形が似てるからって だと思ってた。あーありますか、うん、でも音符なのかね、ミシ、うん、どうかミド、じゃソドとかいんのかなラドレドとか、うん、ドドとかな、ドドいそうだねえこの人はなんで落ち込んでんの今、孫に会えなかったかないや火力線がやっぱ、ね、壊れたから、壊れたっていうかもう火のクリスタルなくなっちゃって動かないから、それででしょ、そういうことか、うん、生涯をかけて開発した船だから、そう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 、うちのクリスタルなんとかしようぜと、うん、火力線を動かそうぜ、あ土のクリスタルで動かすと、いやそれさでなんかヘビーループなんだよな、グノ土のクリスタルから吸収して船を動かして、うん、努力船とか作って、はい、土のクリスタル枯渇して割れてでしょ、うん、次どこ行くの、水のクリスタル、次最後水浴船とか作って、そう、うん、あの後ろから水を出す、何も学んでないじゃんそれ科学者としてで最後シドを設置して、シド船みたいな何それ何を動かすの、シドが後ろでバタ足するとか鼻からやっとけもうわししかいねえ、教えてやそのやり方をよ、文字読めないから読んでても分かんないからダメだね、無駄無駄、微動だにしないもんな、うん、俺に話しかけてくんないしな、だって言葉分かんないでしょ喋れてないじゃん最初から一言も喋ってるよ、え喋ってないでしょ、うん、バッツ名前が出てない鍵括弧はバッツだから、あーそうかな、うん、ナレーターだろナレーションだろ俺じゃないなそうそう僕が翻訳してんのかなと思ってやっぱトロルの申し子だからさうん容赦なし、ボッザンカットくん邪魔だぜお兄ちゃんたち、くっそ二刀流の切れ味試したやん、カットしてやれ髪うんボサボサだから、いやすますま火力線が完成するまで休んでくれ、はいうなずきくんだったね何言ってるか分かってないよ大工名物うなずきくん380年デアゴスティーニの1回目だけ炭酸ネッチで僕姿人形俺じゃないんだ、バラフガラフどうした、バラフって誰同じような色しやがってガラフ大丈夫、あキャラ被るからか一度とどうせ面白いんか、頭が悪いんじゃん、バッツだけだよ頭悪いのこのパーティーガラフも結構感情多いしね、あセリフによく喋るもんな、うん、俺ひねり出して一言だからないつもこれ直近の記憶だよなおじいちゃん、これ孫娘来ましたね、くるる、うん、これが記憶なんだ、そう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 、これ大勲城か、どこだっけ、あそこ、これミドダンス、なるほど、おじいちゃんと孫の、そうそうそう、君以外は全員今分かって見てたなるほどの、3ターンぐらい前にみんなバッツのバカバカバカか、これバッツ関係ねえだろ思い出に入ってくんなよ、あガラフだろ、なんでバッツよお前ずっと部外者なんだ仲間に入れてろくな思い出もないくせに人の思い出にズケズケ入ってくんな俺下の方にいるからなあれ
見てるから俺。くるるね。まあ孫娘がいるぞと。うん。あんまり見るなよバッツも。落ち込んでる G を。しゃがみ、しゃみ、あの下向いてるの可愛くて。何可愛くて。ヒゲの感じがモシャっとして可愛い。俺もガラフどうしたって俺だからな。あ、口臭かったからごめんな。離れすぎだろそこは。ショックだぞ俺も。山岡やがりだ。休めって言われてすぐ行っちゃう。わしはこの世界の人間ではない。ええ。え？別の世界から隕石に乗ってやってきたんだ。30年前にわしらがこの世界に封印した邪悪を蘇らせないために。はい。なんかそんな話言ってたな、隕石に乗ってきたって。誰？レナ。最初にあなた。あ、レナが。レナが。まあ、予知夢でな。邪悪が蘇る。何言ってんのお前。暗黒魔導士 X です。魔導士なら大したことないべ。確かに、ね、物理に弱そう。腹パン一発よ。左のやつちょっとモンスターチックだね。な、な、ワ、ワニかあれ。狼だろ。いろよ。口長いから。色と耳よ。鼻だろあれ。あ、なんか先っちょ黒いのあれ鼻だろ。え、これみんなマントつけてんのにガラフだけ何ピエロみたいな格好してんの。かわいそうじゃない。ネタ横向けばちゃんと装備してるって、うん、見えないだけ。かっぷくいいんだ。ただのテーブルか。それは重い。早く話しようね。ワニでもな。あいつ死んだから。あ、見たことある。これこれで封印してんだね、 X デスを。んー、これでようやく悪の目的も分かってきたね。要は X デスの封印を解くためにクリスタルを壊して回った。隕石は関係。隕石ガラフが守りに来るときに使ったんだって。宇宙船なんだって。4つ隕石あるよね今の。いや、あれ隕石じゃないんだって。あれ封印石なんだって。隕石別のところでしょ。図がかかってあと引いて落ちてるでしょ。うん、あっこから飛び出してんのかなと思って。なん、全然わかんない。なんで冒険続けられた。何一つ理解してんの。俺が戦ってるだけ。やっぱ俺剣振ってるだけの方がいいよ。うん、やばいぞお前。なんで道を耕してここまで来れたんだ。あ、うん、よ、砕けちゃったらダメかい。そうそうそう、もう2つ砕けてっからな、うん、実はもう世界やばくなるし X ですもう封印から解かれて、うん、ってことよ。X です、とにかくやばそうだな。こんだけ復活しちゃダメっていうぐらいだから強いんでしょ、魔術師といえど。そうだね。無理すんなガラフ、寝てろ。おう、あ、動けんのか。でも寝てるやついるぞ。もう起きた。うん、受けた。ごせ、うん、おじいちゃんの真似さ。あ、起きてたんだ。完成したよ、風がなくても動く船が。おお。ここまでやって人力だったらやるな。こぎこぎ船だった。ほれバッツみたいな。オール渡されて。おっとみたいな。さあガラフも今すぐみたいな。全員バッツカ現象始まるよね。いきなり漕ぎ船出てきたら。隣に小舟が置いてあるかもしれない、ボートみたいな。でもこれだけ自信満々言えたらもう漕がざるを得ないよな。足漕ぎだったらね。ただ木のこんな Y 字の部品つけて終わりだから、はめるだけだから。一応動かせるんじゃない。原理わかんないね。なんで地下に走ってるから。なんでこれ動くんだろうな、風がなくても。これ原理知りたいね。いいっす。まあまあまあ、まあ、へえ、入れないよな。うん、まあ、三日月だ。
逆この字。逆この字って逆側だよね、相手の。自信。うわー。おお、すげえ。あ？船が沈む。え？直したばっかり？え、ちょっとまずくない？え、ここ来るべきじゃなくない？だったら。待ってさ。一日で沈ん。え、一日で沈んだんだけど。ふざっ。え、どうしよう。どうすんのマジで。もう体変えねえよ、処刑だろこのまま。とりあえず武器やから。え、強い。誰も装備できないわ。誰も装備できないし、強いな。防具。え、どうしよう。戻る。え、どうやって戻るのこっから。あの、セーブ。いや、一応買い物を。え、強いんだよね、さっきから。うん、必要、1個必要。1個買う。羽根付き帽子。だって1個、2個でいいか。1個、1個でいいよ。だって持ってるよ、1人。ああ。誰か。おお、2枚。いやー、強いぞ。最強。え？あ、僕、羽根付き帽子だと思う。僕が。グリーンベルのは強いんだ。うん、黒チョコボ。気になる。まあまあまあ、知ってるわな。バトル中に歌えば徐々に体力が上がるよ。体力の歌を教えてもらった。吟遊詩人がいないと使えないな。あ、誰でも使えるわけじゃない。うん、曲弾いてくれって。ひらめくって。これではひらまいかないわな。不協和音だもんな。誰でも弾ける。気持ち悪いよ。おお、早くなった。上手くなったね。え、これ耳で弾いてんの？なんで耳なの？手出してるよ。言ってること分かった。あ、すごい耳ピクピクしてるように見える。もう一回やって。じゃあもう一回やって。見えるわ。あ、見える見える。これ手は前で組んでるから。うん、手前で組んでんだ。そう。バカ、バカちゃん。耳の位置のやつしか押せない。あ、何もくれねえや。多分今まで FF5 やった中で誰一人思わなかったじゃん。耳で弾いてる。ダンボじゃねえんだから。弾くわけねえ。俺の初見の感想をバカにするな。顔動いてなかったしな。横の耳柔軟なんだろう。あ、え、嘘、え、何知らないんだ。あ、黒チョコボか。え、でもセブン方式でいけんのかな。 FF7 だったら黒チョコボって海渡るじゃん。もし世界一周とかやるじゃん。なんじゃチョコボ。ちょっと違うな。俺が捕まえてやる。トゥルトゥルトゥル。せーので、いっせーので、うん、いくぞ発散。おりゃファルシオンでいいかな。お前黒ぼ、チョコボシオンにしようぞ。ははっ、ダッセーそれとねえわ。耳ピアノダッセーセンスね。あ、おう、すげえ。おお、やったぜ。え、船の皮、あれ、あ、ダメなんだ。ぬか喜びだった。鳥肉にすればこいつ。鳥、いいね。かっ、ん、こいつ、これもしかして、あ、クリスタル。え、もう一個。え、あー、 あった、6つだった。え、クリスタルもくれるし、チョコもくれんの。マジで、何これ、何、銀、カリウドだ。あー、え、ちょ、カリウド行くわ。そっちカリウド、うん、うん、乱れ打ちあるから。何それ。4回攻撃いく。ただ相当時間かかる、カリウドって。あ、そっちだな、カリウド。俺カリ？
でも二刀流を覚えてから狩人行こう。そっち弓で両手持ちは弓ってもともと両手持ちなんじゃないか。そういうことか。きっと飛べるか。えこれはもう忍者狩人を極めコースでいいかもしれん、うん、ポン。おじゃあ弓買うよ。弓まだいらんわ。まだ忍者とを極めるでいいと思う、うん、ああうん。え、じゃあ船何だったの船木水になったんだけど。もう彼なく戻んのやめよう、うん、はあ、ほう、はあ、ほう、はあ、ほう、はあ、うわー、なにこれ下、スルーじゃない。あー、なんか行かなきゃダメなのか。スルー、降りないでしょ、多分リュウさんが降りれない、うん、下スッスッスッと、あ、ダメ。あ、あ、右右、はい右、出れる。あスッスッスッとスッ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 と。おお、そこ行こう。どうやって降りるのこれ。 B かな。降りれない。え、なんで。え、なんで降りれない。ダメなんだ。森だ。森から生まれ森に死ぬんだまあ戻れただけ。平地にはもう降りれないんだ。降りないんだ。はぁ、あれ、僕さ、うん、さっきのさ、クレセントだっけ、あの三日月のやつ、うん、あそこでカトンの術買い占めた記憶あるんだけど。道具屋見てないわ。あった道具屋。そもそも道具屋なかった気がする。ない、なんか違った、記憶違いかな。でも全部が全部は回ってないような気もしなくもない。確か水遁の術とか極めめっちゃ買っとけば、うん、多分ここ水遁系効くだろう、うん、このパターン。買いに行く。いや売ってるか分かんない。だからさっきそれで見てたらなかったからさ、うん、アイテムや。まあ行きますか。そうだね、セーブもしたし。あ、なるほど、頭使うやつだな。まあ左とかじゃ、うん、そうそうだね、これだな。うん、うぅ違う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 、あの大の大冒険の契約と同じ、うん、先に契約しておけば、うん、買った時にいきなり使える、うん、で魔法剣の今ジョブレベルは2でしょ、うん、だから2の魔法までは買わなくても今一応使える状態なんだけど、買ってないから覚えられないのもあるよね。なるほど。いやでも分かってないな、今の説明いや分かった。この人たちいきなり来たのね。いきなり出てきた。ああ正直に言うんだ、沈めてこなきゃダメだったんだ。お、え、そんなすぐできんの。タイクーン王は見つかったぞ。マジで。え、あっち正解ルートだったの。てっきり寄り道だと思ってたんだけど。合ってる。リュウさんの砂漠に入ったらしい。いや今行ったよ僕ら。誰もいなかったぞ。行った行った、サボテンのスイッチ探してたうん、滅びの街がある。体育はどうやって、わからん何でも聞くな見てこいと。体が宙に浮いたって。浮いてた、浮いた俺だから。お前見たよね風の神殿でその現象はい、なんでゼロになったの。知識も記憶も信じられない。知識も記憶も礼儀も魂も全部ゼロだ人の心もな入れないな。なんとかなるさ。なんとかならなかったんしようじゃん笹舟大作戦かね。あー乗っけて、ほらなんもないでしょ。え、でもだからサボテン、あのうん、やっぱダメか。うん、どうもどうも、まだい。おお、まだ早いよ、諦めるのは。君たちがいれば。今乗ったよね橋を作ればいいんじゃああ、いやそれ考えてたよ二人で。ちょっと危険な方法だけどね。この鈴を使って砂漠に住むサンドウォームを呼び寄せるんじゃうんうん、そいつをお兄ちゃんたちがやっつける。はい、それで橋の完成じゃ。ほう、おらっぽいな。お互い様だろう呼び寄せるぞい。いいかい、セーブ、セーブか、出た、出てセーブした。いや、これまたイベントあるからセーブ多分あるよね
おー、何これ、いいぜ、うろうろした多分バッツ、バッツ本当はこういう感じだよね、うつろだないいぞ、まとめて魔法をかけるとダメだ、うん、いっぱい出てくんの、え、わからん、忘れた、見れば思い出す、一応ブリザラ剣かけるかい、それは間違いなくかけていいと思う、わかった、おお、来たね、場所ずれてる、うわ、思い出した、穴から出てくるやつだ、うわうわ、キモ、いや、これ出てる時に打ち込まなきゃいけないやつだ、アクティブだから難しいかもな、ブリザラ僕ヘイストかけるわ、お願いする、いるところを狙ってってことかい、そうだ、ちょっとバフかけまくる、いけ、これやっちゃうとグラビデで帰ってくんだ、ぐー、半分か、どうする、いける、次、そこ、うん、潜らさなきゃね、え、それも反撃、弱点違うのか、きついかも、リジェネかけよう、効かないんじゃない、氷、そうかも、痛い、痛い、痛い、あ、バカ、あ、合ってる、あ、よかった、たまたま、リュウサ撃ってくんじゃん、撃ってこないんだ、反撃ではない、ただの攻撃なんだ、どうしよう、いけ、いけ、いけ、攻撃でいいと思う、違う魔法剣にする、ね、そのうちライブラ使って意味ないから、うん、とりあえず僕に任せてもらいながら、やばい、はぁ、よかった、リジェネ入った、危な、俺はひたすら戦うよ、戦ってくか、移動してから、リュウさん、リュウさん、リュウさんはあとデルルンっていかないんだ、うん、いいね、攻撃反撃でいい、何する、いけそうだね、うん、おっしゃ、よし、回復だ、回復するわ、お願いします、ケアルラ全体化する、うん、よかった、ヘイスト言っといて、レナにもヘイスト欲しいね、欲しいが、やってる暇ない、暇ないんで、待っ、うん、待つ、ナイス、うん、一回魔法のスピードって切ったぞ、いけ、おい、プロテス、あのさ、ライブラもさ、うん、ターゲットがこれ、あ、変わるの、今だ、うん、火じゃない、氷じゃないんだな、あと1192、水に弱いか、うん、持ってないわ、頑張ろう、あと1000でしょ、うん、5回ぐらいだな、くれるけど大丈夫だろ、リジェネ全然持たない、てかリジェネ弱っ、あ、もう切れた、切れた、あっ、バカ、まあ、ラッキーすぎる、あんた3分の1だからな、50か、よし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 、まだ動く、早いね、ケアルラ、うん、一回待つよ俺、はい、真ん中怪しい、おい、見えてる見えてる、まだあと1回くらい、これブリザラ剣使ってダメージ減ってるとかある、ない、別に属性関係なければ通常で入ってらっしゃる、じゃ元からこいつ硬いのか、うん、終われ、もう一発か、まだか、ダメ押しケアルラを真ん中と見たね、惜しい、まだ、おお謎の沈黙が、間がこれをズーム中に入れるか、サンドウォームの、うん、地下の洞窟通っていくってことか、ん、
どういうこと？これ今モコモコってなってるところ、これが橋ってことか。あ、でもそうか、ああそういうことか。いや俺サンドボームの、うん、そうかもしれないよ、地面の中を通るの、うん、掘ってきたなんでしょう。そう、まあでも多分橋っていうから何回気をつけられてんのよ。セーブしに行く、ゴンゴン行く。え、それだって一歩外れればリューサーでしょ。で間違い、おおおお、やるやん。いやいや見ただけじゃん流れ。誰でも見れるでしょ今の。セーブよ。滅びの街？うん。何が待っているんでしょう。ボムの滅びが。自爆。あぶね。じゃあ行けるか。あれ、あ、僕の方が強くなかった。強いです。え、戦闘ずつセーブするか。そんな強くなっちゃった。滅びの街、ディン、デンデンデンデデ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 。何もないってこと、滅びの街だから。武器やわ、滅んでますわい。なんもないのか。こう出てみる。あー、びっくりした。あいつ、タイクーン王。そうだ、いるって言ってたわ。もう忘れてた。飛んでないぞ。右。え？そこ階段とかあるじゃん。あー、なるほど。で、あ、かいっす。うん、さすが。お。お、そこはもう入り口。お、追い詰めた。パピー。あれ？ファリスまで。やっぱお前。そう、落とされたか。クルカーチャーチャー。何クルカーチャーチャー。スーファミ時代の笑い声。クルカーチャーチャーって。クルカーチャーチャーって。何あの電子音で笑いを表現するときにそれっぽく来るかちょんちょんっていう、来るかちょんちょん、来るかちょんちょん、初めて聞いた。やっぱり姉さん、姉さんか、やはり言えなかったな。レナ、パリス、妹じゃないんだ。ガラフかわいそうじゃない、そこ。耳こすりつけちゃいます、壁に。助けなきゃな、うん、あそこガラスリウムになっちゃうよ。変な場所ね。ガラフは、そういえば、この音楽流れたら大丈夫だ。うん、あ、助けてくれと。喉やられたのか。あ、死んだわ。おお、さすがガラフ。バッツ白状だな。なんか正直いらない感じまで出てるよな。ガラフいなければ両手に花、そう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 、うわすごいな。ええー、滅びたはずじゃないの。セーブできないの。できない。あ、マッツボスか。うっそ、うっかりしたぞ。なんだこりゃ。クリスタルが、うん、え、ワープどこまで行く、わかんない。街、え、あ、さっきのところだ。あの、あ、ここに戻ってくる。ええー、繋がってたぜ。あ、じゃあ火力線戻せるんだ。なんで、あ、そういうことじゃない、関係なくない。え、どういうこと。火力戦もですよ。落ちるなよ、触れない今。すげえ、あ、よかった。はい、5キロ。なんで火力戦戻せるの。え、戻ってきて多分地下の遺跡かなと思いまして。お、ん？
チョコボちゃんいいね。船沈んだよね。うん、気にしなくていいよ。すいません。お世話しといてねっつったのに何巣に戻して終わりよ。それが一番いいんだろ。ワープ装置だっていうわ。へえ、あそこからワープできるの。よく来れたよね。ね、俺ら弾け飛んでもおかしくない。巻き込まれるのよ。それ危ないから。背中伸ばす装置じゃないからそれ。ここ来る前にも1個あったよね。真ん中の部屋の花壇を調べろ。おいおいおい、あれあれあれ、うん、右の部屋の便箋調べろ。それだな、アホが見える。2枚目があるよ。ああ、ありがとう。壺を調べろ。カエルちゃん、うん、本が下6右4にあるものを引っ張れ。あれじゃない ?1,2,3,4,5,6,1,2。 そうだよね。引きましょう。おー、やっとけや最初に。ミニマム魔法だな。お、手裏剣、うん、手裏剣か。まあまあミニマムだけでもよしか。黒魔法だ。あかんねえ。それスイッチ引こうか。そっか、いつも押してるから引くっていう認識なかったのか。何の言い訳です。いや、さっき言った、おお押してたんだ。そうそう、来いチョコボ。落ちたな。ほら、火力戦だ。え、ほんとだ。え、でもお前沈没してここに奥にも船あるって。あ、もう作ったんだ。じゃあ短時間に。誰が白と二度が。どうやって今落ちた瞬間に。超破天界すぎだろ。飛行地空転。おお、そこから繋がってんだね。飛空艇だ。空を飛べるか。どうやってこんな綺麗に並んでんだ、うん、火力戦と誰かがいるよね、うん、こう並べた人がね。これ白消えた。古代人がいるみたいだぞ。ほう、じいさんなら。あれ、あ、降りたのか。うん、降りてって今歩いて。樹木さん、今まであの壺からなんか手に入ったっけ。ないです。縦壺だよね。でも一個でもあればそうだラッキーよ。シドより刀だけ優先すんの。いや、古代人が隠れてるかもしれないから。もしかしたら歯車一個一個が古代人かもしれない。人じゃないよね。古代人だから納得しないぞ。納得しない。勝手に意地になって壊すぞ。巻き込まれる。なんだ。あ、もういける。え、もう引く手簡単だな。引く手、すげえ。え、ほんとすごいな。サクサク進むね、ストーリー。うん、空飛ぶ乗り物ってもっと後じゃないの。うん、もっともっと。こんな序盤から。あ、動けんのか。動けんのか。すごいや、すごいや。これは飛空艇だ、うん、古代人のオーパーツ。まず、え、またこれボス君のエンジンが、魔物が船底に。セーブどうだっけ。この手前。そんな誰でもわかるわ。やばいって。ちょ、これいや防御か。あ、これ
おい危険だキャルラこいつなんだ弱点多分ファイヤー行くよじゃあファイヤー剣、うんうん、なんとかこれで持たせようぜ、うん、はい頑張れみんなファイヤー剣の二刀流頼むぞえっはあえっライブラーかけるかうんこの人じゃダメなんだよなハイポーション使って分かったどこにある下それやばい痛いいい十分500どうなる機械だから電気かもしかしてやばい1800稲妻だサンダラうんさ機械かこれあの機械都市にいたからさなるほどこれでいけるべこれ痛すぎる大丈夫だすぐケアすればありがたい言ってくれみんなの恨みをはいちゅうおいやいやそ一発じゃない次で終わるもう死ぬよね、うん、もう次で終わるあみんな防御だうん俺任せろうんバッツがやってくれる強こんな強いわーやば二刀流のこれやばいね魔法剣二刀流、うん、これの意味はまあ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 欲しい欲しいよかったーよっしゃっ俺に操縦させる降りるなよなんで降りん人増えた火力戦のパーツでこっちを直したよとうーん素晴らしいやんけえは気が来たわここで土のクリスタルを調べますはい皆さんはどうすればいい飛び立て好きに行けと皆さんは飛び立ちましょうかいや乗っててもいいよねこっちにうん X ですかその復活を阻止するためにわしはカラフじゃ残るは土のクリスタル連携取れてるよお前以外の3人、うん、すごいよ今伝言ゲームわからないこれ言っとけばいいよし行くぞリーダー頼みますよオッケーどこ行くか分かってんのかい土のクリスタルよこれ何これもうまさにそこじゃない今行くとこそうじゃない見てみようジャコールの町一体ロンカ帝国の血を引けジャコールってなんかすごい武器が置いてあるっていうおい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 北の洞窟で一攫千金を狙えへえ北の洞窟へ覚えた古代人の仕掛けたカラクリでいっぱいおいおいそんなことやめなせってドクロスイッチの並ぶ道じっと待てば真実が見える待てってドクロスイッチおいどこ心に刻み込むないのか壁を登れば空に外に出られるかうん洞窟の宝もほとんど開けられているよもしかしたら古代人の仕掛けが宝箱の下にふうふう足が自然に行くぜお前は令和のマドンナよジュリアナテレビよブルンブルンしてたよもう一回あもう無理体力ないよさくらんぼ何のさくらんぼお使いでしょもう一回っつってんのありがとうんジジムかピアノピアノ来るよほらほう上手くなってきたんうん耳の使い方がうまくなるこれ絶望の街これホルビネ、うん、絶望の街じゃないよ街がえ勝手なイベント行かなきゃよかったかえやばいなんだこれこれどこえホルビの街だろ今来てるあ俺らいるところ うわ埋まってるしやばいんじゃないこれ戦うんじゃないボス戦もしかしてこの巨大なのと
あれ、え、どっか行った。で、つかないようにしようぜ。あ、いいね、その町。橋がある、人が住んでるということだ。整備もされて、滅びではない。イストリーの羊を飼って静かに暮らしております。期待できないな、武器屋。うん、防具屋。これがイストリの滝か。あー、でっかいやつか。うん、あかん、それはあかん。お、きゃ、うん、あ、水に弱くなる。あー、そう、炎、はい。ゾンビ老化防ぐって。マジか。剣士いいね。どうして、何し、え、メリープなの。え、メリープって何。ポケモンかな。はいはい、一応。何の歌。愛の歌か。うん、俺ファリスにささやく。いや、俺だろ。いや、レナだろ。ささやく。なん、え、嘘。滝の裏側にはなんかあるよ、多分な。ヒヒヒー、ばあさんに聞いた。ガー、ないね。え、あ、え、天才。え、天才じゃない今、調べてたんだけど。え、どうやってそれ。え、だからない。あ、東堂頭よしよ。入れるというか森に出てくんじゃないかね、エンカウントで。あ、マジで。ほんとだ。ほら、あ、安い。弱い。弱点は、ジジイだから氷だな。なんで冷え性。そう、一応ライブラかけるね。うん、低いな。4000あるぞ。弱点なし。投げる方でいいかもしれない。100はまずい。100はまずい。投げよ。沈黙聞かないか。うーわ、ケアラ使えねえ。あ、寝てないのか。やばい。逃げる。逃げれないと思う。ボス戦のミュージックだろう。あ、逃げれんだ。行けないんだ、船で。まあ、うん、行くやついないか、こんな危ないところに。船で入るやついないんだ。え、入れそうなもんだけど。ここでしょ。うん、ここまっすぐ行くよ。うん。あれ、なんだと思ってたのじゃ、逆に。この紫の人。ファリス。だ、セーブしようぜ。うん。おー、いい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 。なんかちょうどさ、下のさ、うん、先人がやったセーブデータ見ると、うん、あ、半分ぐらい。おお、そうね、レベル。してない？レベル40でしょ、下。うん。なんかさ、同じ職になってない僕ら。前二人同じ職だよね。うん。うん、かぶってんだな。じゃ、この職でそのままいけばいいんだ。適正なんじゃない、下までいけそう。ああ、うん、先人が道作ってくれてる。ありがたいね。また次回の放送で、うん、お会いしましょう。